はい、今日はですね、雨です。このようなとこに来てます。チクラに来てます。チクラのですね、インディーズというですねピザ屋さんに来てます。今日はですね、平日の雨なんであまりお客さんいないみたいですね。こういう車が止まってます。インディーズ、11時から18時。これ撮っても大丈夫ですか？大丈夫ですか？じゃあからですね、入りたいと思います。レッツゴー。うわー、おしゃれ、すごいアメリカンっぽい、アメリカンっぽいお店ですね。バイクがいっぱい止まってます、店内。いやー、すごいおしゃれな、なんかアメリカンっぽいお店ですね。へえ。すいません。和風シーフードピザの、シーフードピザ、はい、あのドリンクのセットコンビ、コンビで、はい、はい、私は、さっき言ったなんかトマトベースのシラス、シラスガーリック、うん、はい、でハーフ&ハーフもできるときいいですね。ハーフ&ハーフは1枚を2つの味だから2枚だったら4種類、あ、4種類できるの、食べれますけど、あ、もしよかったら、あ、じゃあ、はい、じゃあそれと、はい、じゃあスモークハーブチキン、スモークハーブチキン、はい、私は照り焼き、照り焼き、はい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 、何で、はい、シーフ、和風シーフ、はい、この、あ、ドリンク、はい、この赤いところからだったらどれを選んでも大丈夫です。私はジンジャーエール、ジンジャーエール、はい、じゃあこれアイスコーヒーじゃん、アイスコーヒー、はい、はい、来ました、はい、クリップ、はい、はい、こういうのですね、壁一面に並んでます。いや、おしゃれですね。おしゃれなお店だ、すごいですね。いっぱい慣れてます。ヘルメット、バイクですね、こういう感じで3台並んでますね。インディーズ87、食べれっかな、あれだけ15センチあるんだよ。マークシクラスと照り焼きチキンのハンバーグ。はい、どうぞ。はい。分けるだろうか。はい。来ましたよ。これが何じゃない？照り焼き。釜揚げ。釜揚げと照り焼きチキン。そうです。はい。じゃあいただきますか。
ラスも。ん？いい。シラス？うん、一切れ。どうぞ。あ、これかな。このままどうぞ。グリス。うん、おいしい。うん。うまいね。うまい、うまい。あ、おいしい、おいしい。和風のシーフードとスモーカーのチキンは鶏の燻製のフタです。はい、いっちゃいます。はい、すいません。はい、失礼します。鶏の燻製と和風シーフードチキンだそうです。鶏の燻製と和風シーフードチキン。はい、一通り4種類入れますか。うん、これはこれでまた照り焼きでしょ。いいっすね、美味しいっすね。久々にちゃんとしたピザ食べた。いつ以来だ。ナスだっけ、日光か、日光以来じゃない。こっちがあれかな、うん、ブロッコリーが乗ってるのと乗ってない。全然辛くない。やっててよかったね、今日。カースイヤスミ。カーブチキン。カーブチキン。違う、あの、なんだっけ。で、スモークなんとか、スモークチキンなんとか。お近くですか。いや千葉から。あ、千葉からね。弟はね、なんかここのお店をすごく紹介するから。あ、そうなんですか。ちょっと来てみようかなと思って。弟さん、バイクで来るの。バイクじゃないんだけど。あ、そうですか。まあ、それ食べ歩くのが好きみたいなんですけど。あ、そうなんです。私は釣りでよくこっちの方に来る。あ、そうですか。釣りいいですか。まあ、いや、釣りする方とサーフィンする方は移住してきた来る方が多いですね。そうですね、いいですもんね。確かに、あの、特にリモートで仕事ができるような環境の仕事の方は、うん、結構来てますね。そうですか。結構来てますね。お話しでも、ちくらあんま釣れないんだよな。いい思いしたことないんで。あ、そうですか。昔は釣れたんですか。今ですね、あの、船にでも乗らない限り釣れないってみんな言いますね。昔はあの、それこそ港とかで、私たちも子供の頃はもうなんか遊びで釣ってればその日の晩ご飯ぐらい釣れたっていう印象で、サバのちっちゃなのいくらでも釣れたんだけど、今釣れてるの見たことないですね。今日ここ来る前にあそこでメロン食べてきたんですよ。安田メロンですよ。あ、そうですか。ちょっとね、向こうで食べ放題食べてきたから、これ食べたらもう腹パンパン。いいじゃない。最近の日ですか。はい、どうぞ。あの、80年のって何なの。87のね、ここにも87のなんかリビング。ごちそうさまでした。ステッカー出ますね。じゃあ、もう手作りちょうだい。すみません、ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。薪が積んでありますよ。薪が、あれですね、釜を炊くんですね。この87っていうのはどういうあれなんですかね。87番地なんですかね。これ、移動キッチンですね。
この中でも焼けるんですね。インディーズ美味しかったです。どうもごちそうさまでした。ハムラーメンでした。